平成30年度明和大津波遭難者慰霊祭を執り行います。はじめに今から247年前、明和大津波によって犠牲となった9004の御霊に1分間の黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りしたいと思います。皆様ご起立ください。黙祷。明和8年1771年4月24日午前8時ごろ、石垣島南東沖で発生した地震により大津波が引き起こされ、石垣島をはじめとする周辺の島々では村々が流出全壊するなど壊滅的な被害を被り、9000人余の尊い命が失われました。また津波の後も飢餓、伝染病などによる死者が追加され、生き残られた方々も深い悲しみや苦しみに耐える日々であったと思います。犠牲になられました方々の御霊に対し哀悼の誠を捧げるとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。八重山市長会副会長、竹富町長、西大増光純様。皆さん、今この習慣に経験したことのない大きな地震が起こったら冷静に避難することができますか？私はまだその自信はありません。テレビを通して伝えられる災害のニュース、私が保育園児の頃東北地方での地震や津波の様子をテレビで見た日はショックで心がとても苦しかったです。そして1771年4月24日、今から約200年前、私たちの住んでいるこの石垣島でも大きな地震があり、大きな津波で9000人の尊い命が一瞬で奪われたとお母さんから教えてもらいました。その頃はテレビで地震や津波の被害を見るのがとても怖かったのに、もしかしたらそれが石垣島でも起きるかもしれないなんて考えるのも嫌でした。けれども家族と津波が来た時にどこへ逃げるのかな、逃げるのかなどを話し合い、もしもお母さんと一緒でない時に地震が来て津波警報が出たらどうするのか、お兄ちゃんと妹と自分たちだけで家族で決めた避難場所まで行けるのか、この日をきっかけに家族と話し合い、毎年防災訓練の日には実際に避難場所まで歩いて時間も計りました。夏休みの自由研究では避難場所へ行くまでの道順や危険ポイントについても確認しました。お母さんは水や缶詰を買い揃えましたが、こんなに揃えても私はまだ不安です。これからも災害について家族と話し合い、一人一人が災害について備えれば命を守る行動につながると思います。自分たちで自分の命を守るために備え行動する、それが石垣島で起きた明和の大津波の犠牲者の人たちに慰霊することだと思います。大津波で失った命を無駄にしないためにも自分たちの命を大切にしていきたいと思います。
後穂中学校3年高橋美月。青い空、青い海、緑豊かな山々、私たちはこの自然から多くの恩恵を受けて生きています。だからこそ私たちは自然を大切に、環境に優しい暮らしを心がけています。しかし時折自然は表情を変え、豪雨や台風、地震といった災害を起こし、私たちを苦しめることがあります。1771年明和8年4月24日、八重山諸島を最高85メートルにも及ぶ大波が襲い、9000人余りの尊い命が失われました。私が明和の大津波のことを知ったのは小学生の時でした。白穂の海岸にある津波石や漁師に捕らわれた人魚が海へ放してくれたお礼に津波のことを教えたという伝説などを知ったことがきっかけでした。調べてみると、私の住んでいる白穂の被害はとても大きく、死亡者、行方不明者数は1546名、生存者はわずか28名だったそうです。白穂での津波の最高の高さは65メートルで、白穂は全壊したそうです。また津波が去った後は伝染病が蔓延し、犠牲者は増えるばかりだったそうです。今年で2年目を迎えた熊本地震や7年経った東日本大震災ほどの惨劇と同じか、それ以上の凄まじさがあったと思われます。私は昨年岩手県に行き、被災地を見てきました。今は建物があったであろう場所には何もなく、かさ上げに使われる土が高く積まれてありました。そんな光景を目の当たりにして、私は災害に対する知識を深めたいと強く思うようになりました。自然災害は避けることはできませんが、最小限に抑えることはできます。特に地震は避難経路の確認や手段、マナーなどを頭で理解するだけでなく、実際に訓練することによってそれが可能になると思います。先日学校でも避難訓練を行いましたが、訓練をすることによってもしもの時の備えになると少し安心感を得ることができました。これからも震災に遭われた方々の辛い気持ちを無駄にすることなく、危機管理意識を高めていきたいです。最後に明和の大津波でお亡くなりになった方々に心よりご冥福をお祈りいたします。見舞いに謹んで七輪を奉納いたします。御霊よ安らかに、慰霊の塔によし牧野清志さん、ととー激流かそしゅら共感のちまたきれいの波に奪わる
祭り決意の歴史を石垣市老人趣味の会市議から管理まで行い、このように美しく整えてくださいました。この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。八重山ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。